バナナを本土で複数本立ちにするときの最初に植え付ける中心苗、あるいは中心株としてどのようなものを選んだらいいかなんですが、大雑把に言いますと2通りの考え方がありまして、まず一つは、これまでに出品してきましたように、すでに水芽を複数個地中で生成している苗を選んで、それを植え付ければあとは一人でに半年ないし1年ぐらいで複数本立ちが成立する、そのような複数個の水芽生成中の株を選ぶか、またはこれはアンボンかボンボン、どっちかもうわからないんですが、これが親株で、そして上の方を見ますと、今中央に出ているのは、これは最初の矮小葉ですね。それで株元を見ますと、1,2,3,4、この辺は足場が悪いもんですから、1,2,3、これが C ですね。あと小さいのもありますね、5、ここにもありますね、6。そっちにもあるかもしれませんが、これは違いますね、離れてますからね。少なくとも6本の地上小株は出てきているわけですね。地中水芽複数個付きの苗を中心株として植えれば、2、3年、土地柄にもよりますが3年前後すれば、こういうもうすぐお盆ぐらいには出来するような複数本立ちのファミリーができるわけです。これはバナナの種類を問わずそうでしてね、例えばこちら今アイスクリームバナナ苗周りのトウモロコシをですね整理してるんです。食べられるものと種にできそうなものと仕分けしながら、そうしてアイスクリームバナナ苗の株周りに植物残滓をマルチングして、あとこれから新しい苗としての中心株になるようなものを、1本か2本掘り上げる予定なんですが、例えばこちらの親株、これとこれですね、親株から出ている苗は当然まだ地中水芽を形成していませんが、どれを残すか、そしてどれを他の場所でのアイスクリームバナナの中心苗として植え付けるかということなんですが、ここにちょうど2本割と近接している苗がありますね。それでこの親株の次の苗はですね、次の親株にしたいのは、太い方を選ぶならそちらですね。
ここは2本出てるんですね。そちらの苗よりは花茎が細いですが、もう1本小苗が出てきてるんですね。それからこちらの方の親株からも子株が出てきていて、これがちょっと目立ちますし、こちらなんかはまだ小さいですよね。そうすると若い苗を次のファミリー、新たなるファミリーの中心株にする場合には、その次にどれを親として残すかを考えて、残さない方を掘るという考え方ですと簡単ですね。それでこの親株はいずれ家計カットしますから、これを残すとしたらこれを掘り上げなきゃないんですが、これとこれはもしかすると一緒に掘り上げて後で切り分ける。そしてこれはこの小苗は小苗で単独に育苗していって、まあ中苗近くなってからどこかに植えるというふうにすれば問題はないと思うんです。そちらの親株からはですね、元の親株からのこの小苗と、そちらの小苗と、そちらのいずれ中苗になる苗などから選べばいいと思うんですね。それでとりあえずこの苗に目をつけて、まあこれは一緒に掘らないといけないかもしれないけれども、次の他の場所での複数本立ちのための中心苗としては、若い苗としてはこれを私なら選びますね。それで先ほどですね、撮影を始める前にここに巻き葉がスーッと上の方まで伸びてましたのでカットしておいて、他の葉もこうですね、こうカットしておいたんです。そうしたらその若い次の中心苗候補を掘り上げてみようと思いますね。途中まで土を根切りで掘っていって、ちょっと困ったなぁという感じのこの子株の出方と、この掘り上げ目的の苗の根がですね、どれぐらいあるかちょっと心配になったので、土をのけたりあれこれして調べていたら、まあこれが元々の親株ですね。まあこれからしたらおじいちゃんかおばあちゃんですね。それでこの元々の親株からこれとこれが出て、現在の親株2本から出てる子苗はそれと、そちらのちょっと中苗みたいになってるやつなんですね。それでこの親株と共有されている芋の痕跡ここにあって、これからこんなに小さな地上子株が出始めたのと、これもここから元々の親株と共通の芋から出てるように思いますね。
となるとこれ掘り上げ目的の苗の根がどれぐらいつけられるかなんですが、これを掘り上げるためには現在の親株の一本の方から切り離すためにここにですね、ここにぐさっと根切りをさしてやんないといけないわけなんですね。それで傾けたんですが、ちょっと心配になってこの根を調べておこうと思ったんです。まあ熱帯地方でしたらね、神経があればあとは根が出てようが出てまいがとにかく埋め込んでおけばまあ育つ場合が多いみたいですね。ムービーなんかで見ますとね。あと大きな芋の株を掛けを上の方を切っちゃって芋だけむちゃくちゃ切り刻んで、そっから2、30本の苗も作るなんていう荒技もありますよね。ただ本土ではですね、本州ではそういうことをして発芽するところまで行っても大体は冬にかかって越冬問題が出てきますので、なるべくなら根を多少なりともつけた状態で掘り上げたいわけなんですよね。まあ越冬問題は非常にややこしい問題なんですが、それでまあ何本かはつけて取れるだろうという見込みがありますので、これからもうちょっとこの手前の方ですね、親株から遠い方をもうちょっと下に掘り下げて、あとこちらにくさびを打ち込むようにして切り分けようと思いますね。まあ、最初はトウモロコシの陰でこういう小さな地上小株の新芽が見えていなかったので、こっちまで芋がこの元の親株と共有されているって見えなかったんですね。途中で気がつきました。とこれを切り分けて、そうして他の場所に植えると言ってもこれからトウモロコシを片付けたり、まあ、キュウリ、トマトも整理して、それからバナナ周りをすっきりさせた上でないとレイアウトしにくいので、とりあえずは元と近い場所にですね、植えて仮植えですねしておいたんです。ですからこれは今は単独の苗なんですね。それでこれは残して、そしてここにある小さい小株の頭ぐらいも残しました。もっと大きくならないとちょっと掘り上げるのは危険ですからね。これらも同様ですね。まあこういう大きくなったものは別に掘り上げられるんですが、そのままにしておいて親株になっているこれを地際ちょっと上でカットした時に芋を共有しておけば越冬しやすい場合が多いですから、まあそのままにしておいて、これも同じ理由からそのままにしておくつもりですね。まあ、こういうふうに日本の親株の間に出ているややこしい場所の小株とかもありますが、しかしこういうのも放っておいてですね、こちらの親株とこちらの親株をいずれ地際で掛け切断すれば、これが伸びる空間ができるわけですから、こういうのを無理やり掘り上げようなんて思わない方がいいと思いますね。まあ熱帯ですからね、芋を地中に埋め込んでしまえばそれで
終わりだと思うんです。まあ沖縄でも本土に比べたら苗の掘り上げと植え付けはもっともっと大雑把にやっても大丈夫な場合が多いんですがね、先ほど話しましたように本州本土では冬の厳しい寒さに苗が、若い苗がですね、耐えきれるかどうかという問題がありますので、なるべくまあ慎重にレイアウトして植え付けていかないといけないわけですね。